はい、新しい農園98日目でございます。夏真っ盛りなんですが、最近雨が降ったせいでこんなことになりました。ひどい、ひどすぎる。 先週唐辛子を取った段階でも結構草生えてたけど、もうこれは手がつけられないね。大草原になってます。でも雨がね、まあ、結構ここのところ大雨が続いているせいで、もうびしょびしょでね、草を抜く気も起こらん。水がね、含んでると土がちょっと重くて取る気がしない。そして最近の雨のせいでこんなことになってます。せっかくねミニトマト取れそうだなってなってたんですけど、トマトね水分すると割れちゃうんですよね。このトマト美味しかったのにな。もう全部バキバキに割れております。バキバキに割れてますね。グロになってる。なんならこのまだ赤くなってないやつも割れてるからね。もうおしまいだよこのトマト。最後に一花咲かせてたのにな。ということでね、もう終わりです。でピーマンはちょっと多少取れそうなところだね。ピーマン取っていった方がいいかもしれない。でナスがですね、ナスが少し回復してますね。最近ちょっと回復してます。うん、あの虫食われるのも少し落ち着いたかなっていう感じで、もまだ二重ヤホシテントの姿は見かけるんで、まあ秋ナスに向けて秋ナスが取れればいいんじゃないでしょうかねって感じです。はい、いやーひでえな。手を出す気も起こらん。あまりにもひどい草ぼうぼうっぷりですね。はい、ということで私の年98日でした。ひでえな。まあ草がちょっと、土が乾燥したら草を抜きます。そんな感じです。はい、ほなまた。